家訓の新たな髪色が話題沸騰。平野翔との髪色の違いに注目が集まるわけは彼の髪は光の当たり具合によってピンクがかった黄色にも見えるのです明日4月10日水曜日の22時からは拡大 SP として週刊内内ミュージックが放送されます。番組ではナンバーアンダーラインアイの皆さんが収録直後に 感想コメントを寄せてくれるそうです。また、彼らが出演する、トゥーヒーローズ飛べファーストスーパーライブには、なんとナインティナインから差し入れがあったそうです。スタジオでは、ダンスダンスジェスチャーゲームで盛り上がった様子も伝えられています。さあ、彼らの感想コメントも楽しみですね。収録は楽しいものだったようで、ファンの期待も高まるばかりです。 熱狂的な髪の色への夢中が、この物語の主役、家くんに集中しています。彼はいつもとは違う鮮やかな髪色で、ファンたちを驚かせています。同じ番組で撮影された写真やビデオを見ると、週刊内内ないミュージック、彼の髪色の変化について、不思議に思わずにはいられません。家くんの新たな髪色が話題沸騰。 平野翔との髪色の違いに注目が集まるわけは最近、番組では彼とナンバーアンダーライン i グループの他の2人のメンバーの最新の写真やビデオが公開されました。これによると、彼らは何か特別なことを計画しているようです。写真を見ると、彼らは白い衣装を身につけており、とても若々しく印象的です。 以前の大人びた雰囲気とは異なり、彼らの明るい雰囲気が魅力的です。しかし、注目すべきポイントは、やはり花呑の髪の色です。写真や動画を見ると、彼の髪はグレーとイエローが混ざったように見えますが、一部のファンはそれが実際には銀色に見えると感じています。この色合いは彼の個性を際立たせ、彼の愛らしさを引き立てています。 彼の笑顔とこの特別な髪の色は、ファンの心を捉えて話しません。一方で、髪の色がピンクがかった黄色であるという見方もあります。光の加減で色が変わるのかもしれません。これはファッションや髪のスタイルに対する加工の柔軟性を示しています。彼は常に新しい挑戦に取り組んでおり、ファンを驚かせています。 彼の髪の色がどのように見えるかは、ファンや視聴者にとっては常に楽しみの一つですね。番組の拡大 SP が楽しみでなりません。この番組では、彼らがどんなパフォーマンスを披露するのか、そして家訓の髪の色がどのように見えるかが気になります。彼らの活動を追うのは本当に楽しいですが、同時に驚かされることもあります。 彼らの未来の活動に期待しています。このようなファッションや髪型の変化は、アイドルや芸能人のファンにとっては常に興味深いものです。彼らのイメージの変化がどのようにファンに影響を与えるか、そして彼らが新しい魅力をどのように表現するか、常に注目されています。今後も彼らの活動を見守りたいと思います。これらの新しい写真やビデオは、 彼らの魅力を再発見するきっかけとなるだけでなく、彼らのファンとの絆を深める機会でもあります。彼らの活動に注目し続けることで、私たちは彼らの成長や新たな一面に触れることができます。ますます魅力的になっていく彼らの姿を追いかけることは、私たちにとっても喜びとなることでしょう。今後の彼らの活動にますます期待が高まります。 彼らの新たなチャレンジや成長、そして魅力的なパフォーマンスを見ることができる日を心待ちにしています。彼らの輝かしい未来に向けて、私たちは彼らの一歩一歩を応援し続けます。さあ、彼らの新たな冒険に共に飛び込み、彼らの。最後に、あなたは家訓の新しい神職についてどう思いますか あなたは彼の髪の色が実際にはどのように見えると思いますかまた、あなたは彼らの番組の拡大 SP で何を期待していますかコメントをお待ちしています。